今日は排水処理のプロセスについてご紹介します。流れ込んだ排水はまず一連のスクリーンとセパレーターを通過します。繊維や木片、プラスチック、油脂類など肉眼で確認できる大きさのゴミはここでこし取られます。こうした油脂類は水よりも軽いため自然に浮き上がります。油脂類の除去には油水分離器やスキマーが使用されます。汚泥や砂などさらに小さい砂粒はフィルタースクリーンによって除去されます。除去されたゴミはすべて洗浄圧縮の後埋め立てゴミとして廃棄されます。その後排水はどうなっていくのでしょうか。残留固形物と液体を分類するため大きくて丸い沈殿層に送られます。排水に含まれるより細かい物質はゆっくりと沈殿するため分離には時間がかかります。この工程でできた汚泥を一次処理汚泥と呼びます。沈殿した一次処理汚泥はタンクの底からポンプで別の場所に送られ、汚泥濃縮と呼ばれる工程を通じて余分な水分が除去されます。そしてこの固形物が汚泥消化設備に送られます。嫌気性消化法と呼ばれる排水処理方法では微生物を用いて酸素との接触なしに有機物を分解し、メタンなどのガス状生成物へと転換します。嫌気フィルターは嫌気性消化法の一つで温度に敏感でコストがかかります。しかしメタンは発熱・発電に利用できるためコストの一部は回収可能です。それでも残留した固形物は脱水処理でさらに水分を飛ばします。これらは最終的に乾燥汚泥処理に送られ、安定化処理の後に肥料などの用途に用いられます。一方、沈殿層からの排水や汚泥を除去した水は、例えば活性汚泥法を用いた罰気層のような特別に設計されたバイオリアクターに流れます。下水処理工程のほとんどはここで行われます。排水内の微生物によって残留汚染物が後期的に成分解されるよう空気が供給されます。バクテリアによって炭素を含有する有機物が分解されると、二酸化炭素と水が生成されます。似たような現象は自然界においても湖や川の底で起こっていますが、自然の中ではもっと時間がかかります。さらに、沈殿・ろ過の工程を得た汚泥を二次処理汚泥と呼び、これが汚泥濃縮工程に送られます。水はさらに殺菌工程に送られ、塩素の添加や紫外線照射によって有害なバクテリアが除去されます。これで再利用や環境への放出が可能な清浄水が出来上がります。排水処理プロセスがその主な段階でどれほど微生物に依存しているかわかるでしょう。高いコストをかけて、嫌気的工程と後期的工程を組み合わせて行わなければならない場面が多くあります。排水処理への微生物の活用コストを最小限にするにはどうすればよいでしょうか。